東京都在住の、ジージャディストリビューターさせていただいております上前拓郎と申します。英子と申します。私は鹿児島県鹿屋市というところの出身です。同じです。私の人生において影響を与えてくれたのは、祖父になります。生まれた時から週末は祖父のところに、行っておりました。で祖父は、銀行を、鹿屋市っていうところで、創立し、でいろんな事業をやってる中で、私は小さい時からその事業とはどのようにしていくのかっていうのを、見て育った。でその祖父にいつも言われていたことが、感じたままに動きなさい、自分の直感を信じて、感じたままに行動に移すっていうことをずっと言われてきたような気がします。私の場合はですね、とにかく父が仕事一筋の父でしたので、とにかくその一生懸命といいますか真面目に仕事に取り組むという姿勢は父に学びまして、で母はといいますと、どなたに話を聞いてもですね、いつでもにこやかに穏やかに笑ってるお母さんだよねっていうふうに昔から言われてたんですけども、とにかくですね、笑顔を絶やさないと言いますか、笑みを絶やさないっていう、姿勢はですね、母に学びました。今までの人生の中で、逆境を乗り越えた経験はと聞かれますと、いっぱいあったような、記憶があります。ですけども、おそらく、一番の逆境っていうのは何だったのかなって考えますと、こういうふうに、夫婦を今ではしておりますが、小学校の頃からの幼なじみでして、で以前から本当に家族同様のような仲だったので、違和感は全くないんですけども、まだ、結婚して、2年ぐらいなんですね。再婚同士ですので、3年目か2年と半年ぐらいですね。でその一番最初の、結婚がですね、ある女優との結婚だったんですけども、やはりこのマスコミですとか、そういったところの、情報といいますのは非常に、アバウトというか、アバウトならいいんですけども、曖昧というか、とにかくあることないこと、もっと言いますと、ないことないことが大半だったんですね。僕はそのメディアには絶対出ないっていうのが条件のもとで、結婚、そこからのこの現在っていうのがですね、昔から知ってくれてる今のこの家内にですね、非常に励ましてもらったり、またはその支えてもらったり、マスコミのその正しくない情報に惑わされることなく、最後まで自分自身というのを見てくれて応援してくれてましたので、それで今の現在の自分があるような気がします。自分の喜びのために生きてきた40年間だったんですね。自分のために、自分が良ければっていう、それがジージャに縁することによって、自分の人生って自分がどのように何のために生まれてきたんだろうっていう、でどういうことで人にお役に立てるのかなっていう意味があると思ったんですね。そういったことを考えさせていただくアラスカの時間でした。その中で私の中では一度きりの人生を後悔なく生きるための生き方そのものをジージャを通して今教えていただき、それは私だけではなく私の大切な方たちも大いに羽ばたいて楽しく
あ、よかったって思える自分の人生に100点を、つけれるような人生に私もそして家族も伝えた方たちも、これならなれるっていうふうに、思いました。私にとってはじいちゃんがもたらしてくれる、ものっていうものは本当にこれからの人生そのものになっていくんだなっていうふうに、感じました。まあ、あのライフアンリミテッドって、まあ、これですよね。あのジージャーを我々が日々飲んでおりまして、ジージャーをビジネスとしてもう捉えてるからということでは決してなくてですね、本当に他にそういった製品が今ないので、このジージャーを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 とジージャーばっかり申し上げているようかもしれませんけども、バランスの取れた栄養をしっかりと摂取していただいた上でですね、一人でも多くの方がそれぞれが正しいジャッジといいますか、正しいいろんな、判断といいますか、そういったことができるきっかけのお手伝いができればなというふうに僕は思っています。私はスマートミックスです。で、理由は安心っていう、私たちは明日からも、鹿児島に4日間出張しますが、その間子どもは、お留守番することになるんですが、そこの出張に行く時にもスマートミックスがあれば安心して、出張も行けるっていうこともあります。家族の健康を守ってくれるっていう中では、妻としても母親としても、これほど安心を与えてくれる製品はないなって感じました。ジージャが私たちにとって必要なのはやはり人が生きていく上で、は一番重要なのは健康だと思うんですね。で、やはり健康でありたいけれどもなかなか健康を手にすることができないっていう中では、このジージャというものが私たちが一番大切にしている家族の健康を守ってくれるっていうところでは本当に欠かせない、一つにもなってます。そこが一番、誰に伝えたかったかっていうのは大切な家族にこそまずは伝えられる、製品と、ビジョンと未来を感じたっていうのがじいちゃんでした。